別に怖がってなんていないわ。どうしたの？心から哀悼の意を表します。ウィジェク社は NCPD の協力のもと近隣にあるノーマットのキャンプに対する報復攻撃をすでに表明しています。 CM の後もニュースをお伝えします。一体どういうことだ。ひでえな。ここお前ん家を越えてんじゃねえか。笑える。おそらく窒息ね。寝てる間に死んだみたい。この町で安らかに死ねるとはラッキーな野郎だ。うるせろ貧乏人。何か匂いだ。換気口だ。待て、こいつは。ネオアンフェタミンだ。
甘め。匂いを嗅いだだけで種類がわかるの。それで警察犬ね。犬はひでえだろ。せめてソムリエと呼んでくれ。上の階を調べましょう。私たちの探し物はそこにあるはず。換気口の近く。調べるから。あった。1階の部屋だけどいい？それでお願い。OK。106号室よ。ちょっと。うわ、ひでえな。ここお前ん家を超えてんじゃねえか。おそらく窒息ね。寝てる間に死んだみたい。この街で安らかに死ねるとはラッキーな野郎だ。あ、吐きそう。何か匂いよな。換気口だ。ええ、上の階から来てる。待て、こいつは。ネオアンフェタミンだ。匂いを嗅いだだけで種類がわかるの。まるで警察犬ね。犬はひでえだろ。せめてソムリエと呼んでくれ。上の階を調べましょう。私たちの探し物はそこにある気がする。ここの従業員。いや、景色を楽しんでるだけだ。随分な態度で痛い目に遭いたいの。分かったよ。怖い顔すんなって。ああ、俺はここのメンテスタッフだ。水回りも電気も全部見てる。邪魔はしないでよ。
始末しろ。覚悟しな。前世代のサイバーウェアは神経系を傷つく状態があります。インプラントは常に最新モデルのようです。正義のない奴。
世代のサイバーウェアは神経系を傷つける恐れがあります。インプラントは常に最新モデルを使います。データシートは確保できたようだな。よくやった。おまけにブッカーの謎も解いてくれるとは完璧だ。ボーナスポイント10点をやろう。これで終了だ。報酬を送る。Thank you.
新モデルを使いましょう。
ちょっと。
マックスとはどう？難しいところね。想像はつく。今のあんたは認めてないんでしょ。私にだって嫌いなものはある。でもそれを我慢することを覚えたのよ。彼はどうするつもりなの？本人も分かってないでしょうね。じゃあまた。近づきすぎだろ。務委託者へ通達。セコイア通りとグレイ通りの交差点で組織犯罪活動の報告があり、被疑者の名はポール・クレイヴン。機動コンボへ襲撃の前科がある。市内の人身売買組織のリーダーで、兵士とのつながりもある模様。脅威を無力化した者にはナイトシティを報酬に支払われる。
まずい。
始末してやる。次々とやられてる。チンピラが襲ってきた。脅威を無力化する。Ugh!